金持ちと普通の人の違いについて学んできました。はい、こんにちは、ハッチーノです。資産運用エキスポでセミナーを8つ受講してきました。この動画ではセミナーの内容を要約してお伝えします。でメモとかね、記憶を頼りにまとめていますので、もしかしたら私の解釈の違いとか聞き間違いがあるかもしれません。その場合にはね、ご指摘いただければですね、コメントとか、あと概要欄の方でね、訂正させていただきたいと思います。はい。ではですね、今回はですね、初日のですね、セミナーですね、富裕層の資産コンサルタントが語るお金持ちと普通の人の異なる手法という、ね、思考法という名前で、中桐さん。中桐さんの、講演ですね。で、こちらの方なんですけども、まあ、プロフィールね、書いてあるので、見ていただければと思いますが、結構ね、雑誌とか書籍も、累計10万部でしたかね。累計10万部、10冊くらい出してるんですかね。で、それ以外にもですね、メディアの出演とか、あとは結構雑誌の、ね、連載記事とか、あとは楽天証券でなんかコラムとかもね、やっていたような、結構知名となる方です。はい。で、内容はですね、お金持ちの人と普通の人の、考え方とか性格、習慣、仕事、使い方、投資方法などを比較しながら紹介していただきました。はい。で、今回はですね、会場のその雰囲気を伝えるために同じようなスライドを作ってみましたので、まあ若干違うかもしれないんですけれども、はい。で、そちらを使いながら、学んできたことをですね、共有したいと思います。はい。で、まず考え方ですけれども、お金持ちの人は、貪欲を追いかけると。一方ですね、普通の人は性欲を追いかけるということで、で貪欲って何かと言いますと、大義ですね。仕事を通じて、例えばそのお客様に貢献したいとか、ね、そういったこう大きな、欲というよりは夢って言えばいいんですかね。そういったね、結構やっぱりスケールな大きい、欲望というか夢を持っている方が多いと。一方ですね、普通の人は、いい生活をしたいとか、いい車が欲しいとか、いい家に住みたいとか、やっぱそういうね、やっぱ欲が小さいっていうかね、スケールが小さいことを求めているということを、言っていました。はい。で、またですね、考え方なんですけれども、お金持ちの人は挫折から謙虚さを学ぶと。一方、普通の人は挫折すると諦めると。いうお話もされていました。はい。で、こちらはですね、やっぱりお金持ちの人っていうのは、たくさんの失敗をしてるんですけれども、その失敗から、やっぱりね、謙虚さを学んで、まあ、次に生かすということを、やっぱ、しているようです。で、やはりですね、諦めないっていうのが結構、キーワードかなということも、お話しされていました。一方ですね、普通の人は、まあ、大体なんか失敗するとすぐにもう諦めてしまうと。ね。で、しかもですね、周りのせいにすると。原因がその自分に求めないで、その周りの、ね、環境とか人とか、ね、あとお金もそうですね。まあそういった、せいにするとお金がないからとか、ね、誰々がこう、ね、動いてくれなかったとか、誰だったの情報が間違ってたとか、やっぱりそういうね、周りを責めるんですけれども、やっぱりお金持ちの人っていうのは、周りでなく、まずは自分を見つめてっていうようなことですね。だからなんか、まあ、この中桐さんっていう方も、やっぱ接客業をしているんですけれども、やっぱりね、こう、所得の低い人、まあ、普通の人は、結構やっぱクレームとか、あと不満とか多いんですけれども、お金持ちの人っていうのは、なんか全然クレームがないと。しかもその、いつもなんか謙虚にね、物事をお願いしてくれるとか、あとはですね、こうやっぱりなんていうんですかね、こう、お土産をもらったりとか、こう、ね、なんか常にこう気を使ってくれているみたいな。お話をされてましたね。逆にだからやっぱりどうしてもね、人間なんで接客業とはいえ人間なので、そういうことをやっぱりしてもらうと、やっぱりお返ししたいなっていうね、偏方性が働くので、どうしてもやっぱりお金持ちの人の方が
より良いサービスを提供してしまうみたいな、そういう話もされていたと思います。はい。あとは性格ですね。性格なんですけれども、お金持ちの人は、変化に敏感であると。で、一方ですね、普通の人は変化に気づかないということをおっしゃってました。で、例えばですね、これ私も全然知らなかったんですけれども、セブンイレブンのね、看板を、まあ、皆さんね、絶対一度はね、皆さんセブンイレブン知らない人いないですよね。で、セブンイレブンの看板もね、ほぼなのか、まあほぼ毎日とかね、見かけてると思います。で、そのセブンイレブンの、最後のイレブンの N、 あれがですね、小文字であるということを知ってる方ってどれくらいいらっしゃいますかみたいな話をして、多分まあほとんどの方知らないんですけれども、私も知りませんでした。ね、でそういうことをやっぱりお金持ちの方っていうのは気づいていらっしゃると、ね。そういった小さな変化とかにやっぱり気づいて何かこう意味があるんだろうとか、ね、そういうところからこうなんか発想を得てるみたいですね。で、一方ですね、やっぱり普通の人、まあ、セブンイレブンの N にそういう気づく人、気づかない人が、まあ、一番象徴的かなと思ったんですけれども、やっぱりね、そういうことを気づいてない人の方が多いですし、やっぱね、マーケティングとかやってれば、あれなんですかね、気づいてる人結構いるんですかね。私もだから全然気づきませんでした。そんなこと知らなかった、へーって感じでしたよね。はい。で、あとはですね、やっぱり、後追いをしないっていうことをおっしゃってましたね。何かっていうと、何かこう新しいことを、ね、新しいこうムーブメントとか、新しいやっぱ流行とかですね、そういったものにこう便乗ではなく、気づいたらすぐにこう手を出す、先に手を出す、事業を始めるとかするんですけれども、やっぱり、ね、乗り遅れたりとかした場合に、後からはね、もう後追いはしないってことですね。誰かがやった後でやっても、まあ儲からないっていうのは分かってるからなんでしょうけども、一方やっぱりね、普通の人っていうのは、こう、誰かがやって、こう、流行ったり儲かったりすると、じゃあ私もみたいに、後からね、こう、便乗しちゃうっていう傾向があって、まあそうするとね、やっぱり2番煎じ、3番煎じなので、全然儲からないとか、いうことになるということをおっしゃってました。はい。で、3番目の成功。習慣ですね。習慣ですけれども、お金持ちの人は専門家を使うと。一方、普通の人は不得意なことでも自分でやるということを言ってました。で、これはやっぱりね、お金があるからっていうのもあるんでしょうけど、やっぱりですね、お金持ちの人っていうのは、そのプロに何でも頼むと。まあ、まずはっていうか、基本的なところからで言うと、やっぱりそういうね、税金関係とかはもう、税理士さん、会計士さんにお任せするし、まあ、こういったね、お金のこう管理とか相談とかも、まあ、ファイナンシャルプランナーを使うとか、まあ、そういう感じで、こう、本当に専門的な人に、お金を払って、まあ、専門的な知識で、こう、運営してもらうっていう感じですかね。一方、普通の人は何でもかんでも、やっぱりお金がないっていうのもあるんでしょうけど、どうしてもね、こう、全部自分でやっちゃう。まあ私もそうなんですけれども、どうしてもね、例えば法人とかを作るときですね、やっぱりこう、ね、行政書士さんとかに頼むと楽なんですけど、やっぱり、ね、20万とか30万とかかかっちゃうんですよね。で、自分でこう書類準備して申請とかすると、申請料の7万円くらい、合同会社だと7万円くらいでできちゃうんですけれども、ね、まあ、その代わり自分でこういろいろ調べたりとか、資料作ったりしなきゃいけないので大変と、ね、いうことで、まあ、時給換算ですかね、やっぱり、結構やっぱ稼いでる時給、本当に2万円、3万円くらいの、まあ、稼げる人だったら、こう人に頼むの方が、効率がいいですし、私みたいにね、まあ、サラリーマンやってて、こう、副業でちょっとね、稼いでるくらいの人だと、やっぱり自分でやった方が、やっぱり得かなということなんですけど、まあ、そもそもね、そういう考え方がもうすでにお金持ちと普通の人の違いなのかなっていうのも思いますね。はい。なので、ね、まあ、そうはいえね、やっぱりこう、
専門家を使った方が確かにその間違いはないし、失敗が少ない。ね、あとはだからお金ね。まあ、ここは本当に効率かなと思います。時間見合いで払った方が得なのか、ね、自分でやった方が得なのか。で、ある程度の収入以上の人はもう専門家を使った方が絶対得ですし、時間効率もいいですし、品質も高いというところですかね。はい。で、もう一つですがね、お金持ちの人は読書家であると、ね。一方、普通の人は読書の習慣がないというお話もされていました。これはでも結構、納得かなと思ってて、やっぱりね、まあ、副業やってていろんな、こう、方と知り合うんですけれども、うん、やっぱり、なんていうんですかね、所得が高い人、成功している人っていろんな本をやっぱ読んでますよね。で、いろんな知識をやっぱり持っている、幅広くね。で、自分のね、専門のところは深くで、専門外のところでもこう広く浅くという感じで、やはりですね、読書している方が多いかなと思います。で、一方ですね、やっぱり周り、私のそのサラリーマンの周りの人とか見ると、やっぱり本を読んでる人少ないですよね。まあ、ゼロではないんですけれども、極端ですよね。読む人はやっぱりこう、もう習慣になっていて、1ヶ月にこう、ね、数冊読むのが当たり前みたいな。でも読まない人って全然読まないですよね。で、これは私も、そうですね、30、いくつでしたかね。30くらいまではね、本当に私も読書の習慣なかったんですよ。でね、私の場合はその、課長試験の時か、課長試験の時に、なんかこう、論文を書かなきゃいけないとかっていうことで、まあ、こう無理やりね、読書をして、で、ビジネス書を読んだんですけれども、そしたらですね、意外とその、面白くて、ビジネス書が。で、それ以来、ビジネス書にはまってしまって、そこからこうね、自己啓発とか、まあ、そういった方向に行って、もう、今では私も、読書の習慣はついたんですけれども、むしろこう読みたい本がありすぎて、読む時間がないっていう、そういうね、感じになっちゃってますけれども、まあ、この辺やっぱりね、読書をやっぱしてる人の方が、うん、お金持ちになりやすいのかなと。うん、で、これはまあね、このセミナーでもお話しされていたように、やっぱり読書の習慣っていうのは結構所得に影響するのかなと。やっぱりね、お金持ちの人はやっぱ勉強してますよね、いつでも。うん、はい、それは思いました。はい、で、お金持ち、時間の使い方ですね。お金持ちの人は時間を丁寧に扱うというのと、普通の人は時間を存在に扱うということですね。これもなんとなくわかりますよね。うん、まあ、先ほどのね、専門家を使うというところと、ね、共通しているところは合うと思います。自分でこう、なんかね、ゼロから身につけるよりも、もう、ね、極めてるプロの人に頼んだ方が時間的にも効率がいいというところだと思います。はい。で、やっぱりね、その、うん、これも私、副業を始めてからなんですけれども、それまでってやっぱりテレビとかね、無駄にダラダラ見てたりしていましたけど、やっぱり副業をするようになって、こう、なんていうんですかね、そういうなんか無駄な時間、テレビを見てダラダラ過ごす時間っていうのがすごく無駄に思えて、もう今はもう本当にテレビ見なくなったんですけれども、そういったところに通じるのかなと、うん、思います。はい。はい。で、次仕事ですけれども、お金持ちの人はお金がないことを言い訳にしないと。一方、普通の人はお金がないからできないということをよく言うというお話です。で、こちらもですね、まあ、中西さんという方がいろんなね、やっぱり経営者の方と接する機会が多いからだと思いますけれども、なんかそういう話をしたときに、やっぱりお金がないからっていうことをね、やっぱり言い訳にしないっていうのが、まあ同じことを言ってますけれども、はい、おっしゃってたようで、で、逆にね、経営者の人たちって今はお金があるんですけど、なんかやっぱお金があるとお金に頼っちゃうみたいな感じで、お金がない時の方がなんかいいアイディアがよく浮かんでたとか、ね、ひらめきがあったとか、そんなことをおっしゃってたので、ね、だから普通のね、我々のような本当に普通の人が今多分ね、何かしようと思っても結構やっぱり先立つものがない、お金がないっていうことが多いと思うんですけども、そういう時にどういうこう、
アイデアを出せるかっていうのが、こう、なんですかね、こう、一歩抜きに出る、こう、ひらめきとかに通じるんじゃないのかなと思うので、今ね、今逆に言うと、こう、悩むことが、お金のない中でどうすればできるかって、こう、考えることが、成功に、つながるのかななんて、ちょっと思いましたね。はい。なのでね、皆さんも、こう、お金がないからじゃなくて、お金がないからこそ、こう、ね、お金がない中でどうできるかっていうことを考えるようにね、していければと思います。はい。はい。で、お金の使い方ですね。お金の使い方に関しては、やっぱりお金持ちの人は生き金と死に金を使い分けると。ね、一方ですね、普通の人は自分へのご褒美に使うというのは結構ね、やっぱり当てはまるかなと思います。私も、私はでもそんなにご褒美はない。あ、でも結構やっぱりね、甘いもの好きなので、なんかあるとこう、ケーキを買ったりとかしますね。はい。で、まず、生き金と死に金、どういうことかっていうと、やっぱ生き金っていうのはやっぱ投資ですね。本当に生きた金、お金を投資することで、まあ将来的にね、何倍にも増えて戻ってくる、そういった使い方ですね。これはその、なんていうんですかね、その、いわゆる金融商品への投資もそうですけれども、その人付き合いとかね、そういったところも、通じるかと思います。はい。で、死に金っていうのがやっぱ消費ですね。消費。だから、いかにその、そのお金をかけても、将来的に何かを生み出すわけではないっていうね。ただ、その生活していく上では必要なお金なので、まあ、それはもう本当に最小限にするという、そういう意識が必要なのかなと、思います。はい。で、普通の人はまあ自分へのご褒美というんですけど、まあそうですね、これは、なかなか難しいですね。やっぱりね、そこが違うのかな。結構モチベーションとかにつながるのかなってちょっと思ってまして、やっぱりね、お金持ちの人とかね、モチベーションとか多分ね、そういうのがないと思うんですよね。普通の人ってやっぱこう、何かをやらなければいけない。でも、なんかモチベーションがないから、ちょっとね、行動できないみたいなことを言うんですけれども、そもそもお金持ちの人ってそういうことすら、なんか、思わないっていうか、もうやって当たり前みたいな、多分、性格とか習慣が身についてるので、そういうご褒美とかね、多分そういうのがないんですよね。モチベーションアップのためにご褒美とか、もうそういう、なんていうんですかね、そういうもう意識すらないんでしょうね。だから普通の人はね、なんかこう、モチベーション、行動を起こすために、なんかこういうご褒美が必要だみたいな考え方なんですけれども、多分そこがもうそもそもの違いかなというのをちょっと感じましたね。はい。だからね、なるべくその、まあ、ここは難しいですね。はい。まあでも、結果的にね、こういう違いが、ね、お金持ちと普通の人の違いということにはなっているので、気をつけたいと思います。はい。はい。で、投資法についても、お話をされていましたけれども、お金持ちの人は、まあ、長期投資であると。一方、普通の人は短期投資であるということで、まあ、やっぱり視点ですよね。長い視点、ね。どうしても、まあ私もそうなんですけども、今すぐね、たくさんのお金が欲しいみたいな、やっぱりそういう発想がどうしても、まあ、これは、人間だからしょうがないと思うんですけど、ただですね、お金の勉強をしていくと、ね、なんていうんですかね、もうそんなにすぐに稼げるはずがないとかね、そんなにすぐに増えるはずがないっていうのが、だん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 こう理解できて、で理解できると、じゃあどうやったら増やせるのかっていうと、やっぱり複利を、ね、使った長期投資でしか増やせないっていうのが論理的に分かってくると、投資としてはやっぱ長期投資が最良の方法であるっていうことに気づくと思います。で、私もそこはね、勉強してて、やっぱ長期が一番ね、複利を使った投資っていうのが最強なんだなっていうのは理解はできてますけど、そうはいえですね、やっぱりね、こう、なんか、1ヶ月でこう、何十%増えましたみたいなものがあると、
ちょっとこう気を取られちゃうっていうところがまだまだ普通の人だなと自分でもね、思ってしまいます。はい。で、もう一つですね、お金持ちの人は分散投資、普通の人は集中投資というお話をされていました。で、これはですね、ちょっと、どうだろうっていうところがあってですね、まあ確かにね、お金持ちの人はお金がたくさんあるから、まあたくさん分散できるっていうところもあると思います。はい。で、まあ分散投資はね、まあ基本なんで、まあそうですね、まあお金持ちの人はまあ当然かなと思うんですけど、普通の人が集中投資っていうのはちょっと違うのかなっていうのもあります。まあ、ね、普通の人でも分散投資の必要性とか理解できていると思って、で、そうですね、まあこれはだから、その、投資のステージにもよるのかもしれませんね。最初の方はやっぱり集中して投資しないと増やせないっていうのがありますし、逆に言うと、こう、たくさん持っているとやっぱりいかに減らさないかっていう守りの方の投資になるとどうしても分散だし、攻めの投資ってなるとやっぱ集中かなと思いますので、ここはどうなんですかね。ここはちょっと、私はなんか、なんだろう、納得できないっていうか、違うんじゃないのかなって思った点ですね。はい。まあ、ただね、その中桐さんが富裕層と一般の人を、いろいろね、いろんな方を見てきた中で、まあ、こういう傾向があるというお話でしたので、まあ、こういうことをおっしゃってました。はい。で、まあ、このセミナーを聞いたね、私の感想ですけれども、やっぱりね、多分皆さんもそうだと思うんですけれども、分かっていてもなかなかできないのが現実かなと思いますね。なので、まあ、今回のね、セミナーの始めしを聞いて、まあ、振り返りながら、こう、まあ、普段できてないことをもう少し、もっとね、意識してやらなきゃいけないなということを思いました。はい。で、一つですね、やっぱりこう、ちょっと、これはと思ったのは、読書のところでお話しされてたんですけど、やっぱね、富裕層の人、書庫を持っているということをおっしゃってました。ね、私はね、まだその、ね、お金持ちではないので、本棚はあるんですけれども、やっぱり書庫に憧れますね。ね、大悟さんのね、YouTube とか見てると、本当に自分の書庫で動画撮ってるじゃないですか。ああいうのやっぱ憧れますよね。YouTube に憧れるんじゃなくて、その書庫ですね。ああいうやっぱり本がたくさんあって、読みたいときに、好きな本が読める、そういう部屋とかね、書斎とかね、まあ、そこは結構憧れるので、まあ、そういうね、書斎が作れるような、書庫を持てるような、ちょっとレベルには、ね、行きたいなと思うので、まあ、そこを目指して頑張っていこうかなと思います。はい。富裕層の人はだから皆さん書庫をお持ちだそうです。読書の習慣があるということでね。そこはちょっと参考にしてね、目指していきたいなと思います。はい。で、ちょっとね、一点だけやっぱりね、私今回その聞いてて思ったのが、まあ、中桐さんのそのお相手をされているお客様っていうね、想定されているお金持ちっていうのが、まあね、お金持ちでも2種類あると思うんですよ。ね、億万長者っていうお金持ちと、兆万長者ですね。で、日本、冒頭でお話しされていたんですけれども、日本には、5000万世帯くらいあって、そのうちの約 2% が、金融資産1億円以上の人だ、世帯だそうです。それがだいたい120万世帯ですね。が1億円以上。ということで、まあ、その人たちを億万長者っていうんですけれども、それ以上ですね、まあ、どこで線を区切るかなんですけれども、まあ、例えば5億円以上、まあ、5億じゃまだ億万長者なんですけれども、ね、兆万長者っていうと、それこそ本当にバフェットとかね、ああいった、ね、ビル・ゲイツとか、ああいった人たちだと、またちょっと世界は違うのかなと。なので、まあ、セミナーの中でもお話が出ていたんですけれども、隣の億万長者ですね、隣の億万長者のレベルのお話をされていて、今回はその兆万長者は入ってないのかなと思いました。ね、
はい、この隣の億万長者っていうね本読んでいただければわかるんですけど、まあ普段どういう生活をしているかっていうとね、我々と変わらない、むしろ我々より質素みたいなね、スーツもね5万円くらいのものですし、まあ、時計もね別にブランドものじゃなくて本当に 2,3 万円の時計をしているとね、だけども金融資産は1億円以上あるというのがその隣の億万長者だよと。で要はですね、質素っていって言うのがいいのか、倹約、節約まではいかないと思うんですけど、倹約した生活をして、ただ金融資産はねしっかりあると。でそのためのその金融資産を作った考え方っていうのが今回紹介したようなお金持ちのね思考法だと思います。はい、なのでねこの書籍もねぜひ読んでいただけると結構参考になるかなと思います。まあね、結構読むと、まあこの書籍もそうなんですけども、読むとなんとなくそうだよなとか、そうそうとか思うんですけども、なかなかね、できていないっていうところが、まあ、ね、普通の人、私もそうですね、普通の人であるゆえんなのかなと思うので、やっぱりね、こういうことをちゃんと、こう、普段意識して、行動できるくらいまでね、落とし込めれば、ね、億万長者に近づくのかなと思って、はい。ということでですね、今回は、資産運用エキスポの、セミナー、ね、お金持ちの人と普通の人の違いということについて、レポートを動画にしてまとめました。はい、また次回はね、小次郎講師のね、トレード、チャートの読み方のね、レポートを動画に撮りたいと思います。はい、次回もお楽しみに。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではお得な情報や役に立つ情報をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご質問やリクエストがあれば LINE アットからお願いします。